パンスペリニア説パンスペリニアとは地球の生命の起源は地球ではなく他の天体で発生した微生物が地球に到来したとする説であります。この説に従えば地球生命は 宇宙生命の一つだということになります。太陽系内の惑星、衛星で発見されている地球外生命も宇宙生命の一つだということになります。ただ地球は奇跡的にも条件に恵まれ、海中生物、 陸上植物、動物、哺乳類、霊長類、類人猿、人間と進化を遂げてきたのです。太陽系内惑星、衛星の生存環境は地球ほど恵まれていないため、地球内の極限環境生命、 同様な生存の存在が推定されるのです。1980年代には火星起源の隕石が地球に到来していることが発見され天体衝突によって岩石が惑星間を移動する可能性があるとされ 大気圏突入時の加熱や衝撃に微生物は耐えるとする論文などが発表され岩石パンスペリミア説の検討を行うようになったのですタンポポ計画パンスペリミア説を検証するために 日本の共同チーム代表は東京薬科大学山岸昭彦教授によってタンポポ計画が進められています。これは2015年5月から行われており国際宇宙ステーション ISS の 希望実験等の船外に設置したエアロゲルと呼ばれる超低密度のシリカゲルにより宇宙空間を高速で飛んでいる微小な隕石や粒子を補修しそこに生命の材料になるような 有機化合物が含まれているのか微生物が惑星間の移動に耐えられるかという問題を検証するための実験が行われたのです微生物の容器は希望実験等外部に設置され微生物が 宇宙空間の冷たく厳しい環境にさらされながら長時間の旅を生き残ることができるのかどうかを検証することですまた暴露された地球上の微生物のサンプルと地球外からの物質を評価することで 惑星間移動の期間中に生命が生き残ることができるのかどうかまたどのように変化するのかを調べることができるのです2017年5月発表された報告ではバイオフィルムを穴に入れたアルミニウム製パネル3枚を ISS 外壁に2015年5月に設置し宇宙空間にさらしたのですそのうち1枚を約1年後に取り外し地球に持ち帰り分析したところ宇宙船に含まれる放射線や 紫外線への耐性が強い3種類が最大10%程度生き延びることが確認されたのです。加えて宇宙を漂う生物的有機化合物とらえる狙いもあるのです。計画では宇宙人 その他の粒子をエアロゲルと呼ばれる超低密度シリカゲルを用いて補修することになっています。これらのエアロゲルは2018年まで12年ごとに取り替えられることになっています。エアロゲルの回収後科学者により 補充された微粒子とその奇跡が調査され微生物学的有機化学的無機化学的解析が行われています計画名タンポポとは宇宙へ飛んでいく生命の種を風に運ばれるタンポポの種に重ね合わせて 命名されたと思われますこのタンポポ計画は東京薬科大学山岸昭彦名誉教授が中心になって進められています球内の生命についてもいろいろと新しいことが分かってきました地表とは 全く環境が異なる深海 4,000m 下でも極限環境生物が生態系を作っていることがジャムステックの深海探索により明らかになってきたのです深海で生存している生物は 微生物が主体なのですが熱水噴出口周辺ではエビカニを含めた生態系が国立研究開発法人海洋研究開発機構ジャムセックの深海探査により明らかにされました。 この深海探査プロジェクトは海洋研究開発機構高井健博士らが中心となって推進されています。タンポポ計画にしろ極限環境生物探査計画にしろ地球生物の枠を超えた 宇宙生命の存在の探求に迫る研究であり東京薬科大学山岸昭彦名誉教授国立研究開発法人研究開発機構ジャムステック高井健博士もアストロバイオロジー・ネットワークという 学会に参加しているのです私 INU 研究機構学長教授である久保も宇宙物理学者という立場から参加しています。自分が宇宙に存在しているという視点から宇宙生命の共通性地球内生命 太陽系内生命である火星木星の衛星土星の衛星の生命の存在の可能性を追求しているのです太陽系外で天の川銀河系内のハビタブルゾーン生命生存 可能領域に存在する。惑星、衛星に存在する。存在の可能性のある生命体を宇宙生命と名付け、地球内生命、太陽系内生命との共通性、環境に依存する違法性を明らかにし、 生命とは何かという永遠の問いに迫っていきたいと考えているのです。2020年1月27日 INU 研究機構学長教授久保です。